ープンソースソフトウェア、通称 OSS とは、世界中誰もが自由に使えるようにソフトウェアの設計図であるソースコードを公開しているソフトウェアのこと。ここ数年、導入コストの安さなどから取り入れる企業が増え、注目を集めています。この OSS での産業振興という新しい試みを始めた町、そこには企業や行政の立場を超えた人々の交流がありました。築城400年を迎えた松江城、明治の文豪小泉八雲が愛した美しい城下町、山陰地方の中心都市、島根県松江市。この町で全国に先駆けた OSS での町おこしが始まっています。始まりは2006年、松江市によるルビーシティ松江プロジェクトでした。観光資源はあるものの、地元の柱となる産業が乏しかった松江市。市役所で産業振興に取り組む田中哲也さんは、松江の産業を活性化するためには大企業の誘致合戦ではなく、他にはない独自のブランドが必要だと感じていました。まあ、非価格的な競争で、勝負をするということになるわけですけども、それはやはりブランド作りであるとか、そういったことになると思います。その頃、日本で OSS の利用が広まりつつありました。そこで OSS 導入後のサポートにビジネスチャンスがあると考えたのです。そこで白羽の矢が立ったのは、松江市在住のエンジニア、松本幸弘さん。彼が開発した OSS のプログラミング言語 Ruby は、他のものに比べシンプルで作業効率が良く、すでに世界中に愛好者がいました。松本さんは IT 界ではいわばスーパースターだったのです。全国の自治体に先駆け、 OSS、 そして地元の宝 Ruby を旗印に町おこしをすることで、 OSS Ruby といえば松江というアドバンテージが得られる。それが地方都市松江が大都市に立ち向かうために選んだ方法でした。 Ruby っていうのは松江にとってですね、要するに大切な、リソースであると。それは大きくとんがった特徴としてですね、生かしていただきたいと。本気ですかとか思ったんですけれども、もともとがね、その個人が趣味で作ったようなものが始まりですので、でそれが本当にその町おこしとして有効なのかとかですね、思うところもあったんですけれども、ただその、他の地域にない特色として使えるっていう、なかなかそういう決断自治体として、できないので、そういう勇気ある行動はちょっと応援したいなというふうに思いました。現在このルビーシティ松江プロジェクトを土台に、さまざまな立場から OSS を盛り上げています。松江市では松江開府400年祭などのホームページを Ruby で構築しています。今後は市の基幹システムにも取り入れていく予定です。島根県は学生やエンジニア向けの講習会を開催、人材育成と企業の競争力向上に取り組んでいます。そしてそれらの活動、それに携わる人々の交差点となっているのが、島根オープンソースソフトウェア協議会です。島根 OSS 協議会は、 OSS や Ruby の知識を共有しスキルアップを図ることを目的に、松江市のプロジェクトと同じく2006年に発足しました。松江市が設立した松江オープンソースラボを拠点に活動し、現在法人会員31社、個人サポーター会員36名、地元企業のエンジニアだけでなく、県市の職員や大学教授など、さまざまな立場から IT に携わる人たちが参加しています。主な活動として、全国からエンジニアや指揮者を講師として招く OSS の勉強会オープンソースサロンや、OSS のメッカアメリカへの視察などを行っています。
また全国的な OSS のイベントオープンソースカンファレンスが松江で開催された際には協議会も運営面でサポートしました。島根 OSS 協議会の設立者、島根大学の野田哲夫教授。野田教授は協議会設立前、地元 IT 企業の現状を調査していました。他の地域から比べてですね、下請け孫請けですね、受託事業の割合がですね非常に大きいということですね、当然この体制を続けていけばですね、あまり成長は見込めない、逆に縮小していくのではないかという不安を感じていました。そこで野田教授は地元 IT 企業と結束し島根 OSS 協議会を設立したのです。仕事がですね、大手の下請けになってしまうというところもあってですね、それをなんとか打破したいと、そういう企業さんが協力し合う、集まるですね、それにまた行政や大学がですね、援助していく、絡んでいくということが行われればいいなと思いですね、産官学で、こういう組織をですね、形成しようと思いました。松江市内でソフトウェアの開発会社を経営し協議会の会長を務める井上博さんは協議会の存在意義をこう語ります。最終的な意図はやはりそのオープンソースソフトウェアの市場を広めて、そこにおける島根県のアドバンテージを高めようというのが目的なんですけども、そのためにもその技術者同士の交流っていうのも必要だと思いますし、あとは経営者層のそのOSS に対する認知度っていうのも高めなきゃいけないと思いますし、松江市さんは Ruby シティ松江プロジェクトっていうのを始めておられたんで、実態の活動が伴う組織なんで、そういった点では非常に歓迎されました。11月のある日、この日オープンソースラボで協議会主催の勉強会オープンソースサロンが開催されます。今回の主役は事務局長の丹生照孝さん。さまざまな立場の会員を結ぶ協議会の要です。この前野田先生と一緒に10月にオレゴンに行ってきまして、でそのオレゴンの報告を、楽しいことですかね。やっぱり何かサロンにしてもオープンソースカンファレンスにしてもいろんなイベントとともとそうなんですけど、やっぱり何か一緒にみんなでやって作り上げていくっていう楽しみがありますね。6時半の開始を前に続々とラボに集まる参加者たち。この日も産官学さまざまな参加者が集まりました。それでは、皆様本日はご視聴いただきありがとうございます。島根 OSS 協議会第34回オープンソースサロンを開催したいと思います。先日私と野田先生の方でオレゴン州ポートランドで開催されたゴスコム、これは非常に分かりやすいと思うんですけど、ガバメントオープンソースカンファレンス、一番企画、こんな商品を作ろうよというところから本当に経営に市場に入れてみて、この会社がちゃんとそれによって浮かび上がることができ、皆さん熱心に耳を傾けます。そこまで質疑応答では熱い議論が交わされることも。そしてサロンの後は恒例の懇親会。ここで参加者はざっくばらんに親交を深めます。いろんな方にお目にかかれていろんな分野からの話ができて、みんなが仲良くしてやってますので、そういう面では、ね、喜んだり感激したりすることが非常に多い。今年の7月まで東京支社の方におりまして、で8月から松江に戻ってきたんですけども、こういうノリのコミュニティなんだなということで楽しませていただいています。ちょっとどんなところなのか見てみたいというのがありまして、これだけの人が関わって、あれだけ定期的に会を開いて、みんな目的を持ってちょっと行動してるんだなというのが、ちょっと驚きというのがありました。
こうした活動が評価され、島根 OSS 協議会は平成19年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。松江市のプロジェクトと協議会の相乗効果がさまざまなところで現れています。島根大学では2007年からルビー講座を開講しています。この日は慶応大学の島津恵子教授を迎え、ルビーによるシステムエンジニアリングというテーマで講義が行われました。まあ、協議会があるおかげでですね、大学の教員だけじゃなくて、地元のですね、産業界あるいは行政の方々が、全国からですね、いわば一線級のエンジニアの方々がですね、来て話していただくと、これはまさに、ルビーシティのプロジェクトや、協議会があったからだというふうに思っています。受講生の一人、島根大学法文学部の長島玲希君。この講座を受講し、ルビーの魅力を感じた彼は、就職先に松江市内の IT 企業を選びました。普通に自分で暮らしてたら会えないような方の話が聞けるので、すごく野田先生に感謝しています。 IT のその技術的なことはやっぱり東京がその最先端で、やっぱり地方は遅れてるっていうのをすごく聞いてたんですけども、その遅れてるところだからこそ、IT の恩恵を受けてない方にぜひそういうものが提供できたらいいなと思って。いや、月並みなことしかないですけど自然が豊かで、時間がゆっくり流れててすごく暮らしやすいと思います。また企業の進出も始まっています。オープンソースラボの隣にあるバブ日立ソフト、2008年4月からここにオフィスを構えています。 Ruby ということでやっぱり人が集まってきているということを聞きまして、この地位が最適ではないかと考えました。 Ruby の将来性を見込みまして、こちらの方でまずはその研究開発といいますか、技術習得をしてビジネスモデルとして Ruby をこう活用していきたいと。あまりその他の会社の方とか、他の業界の方とか、話する機会なかったんですけども、こちらに来まして、産学官ということで、会社の枠も超えて、もうさらにその役場という役所の方と、大学の先生とか、そういう幅広い方といろんな話ができる、人との人とのつながりで非常にやりやすいといいますか、いい場所になっています。バブ日立ソフトのように OSS や Ruby に魅力を感じ進出してきた企業は3社になりました。島根 OSS 協議会の井上会長はこれからの展望をこう語ります。我々、島根県松江市に本社があって、で東京にも支社があります。で普通一般的に考えると、東京に本社があってこっちに支社があるのが普通な感じなんですけども、やっぱりあえてそうしてないのは、こう地域がもっと活発になったらいいなと思ってて、地方に核があって、そこに、仕事とか若い人が集まってきて、そして盛り上がれば、こう東京のこう活発な状況っていうのはそうそう変わらないんですけども、それに加えて地域地方がこう活性化すればですね、やはりもっとこう日本国内が元気になるんじゃないかな。でそういった一つのモデルに、松江が例えばなれれば、それをいろんな地方に広めていけたらなということは考えてますね。自治体による OSS での産業振興、その新しいチャレンジを支える熱い思いを持った人々の交流は、地元のルビーという宝石をより輝かせる原動力となっています。